はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。タンポンです。タンポンの実況する、グランツーリスモスポーツですね。今回は GR3 の耐久レースになります。レッドブルリンクというアップデートで入ってきた新しいリアルサーキットになります。F1 やモト GP、DTM が舞台のサーキットですね。で、全長約 4.3 キロ、コーナー数10のこのサーキットでやっていきたいなと思います。さあ、まず第1コーナーの進入です。で、ここからずっと全開で、進んでいって、次の、右のタイトなさ、ヘアピンがあります。かなりで、次の下りの左のターン、右のターンですね、がかなり難しいです。出口がかなりタイトなので、オーバーランしてしまうとかなりのタイムロスになります。試験に向けていきます。かなりモードとやり合う結果になりました。出せないよ。前が GTR ですね。今のペースでいくと9周目ぐらいですかね、8周目ぐらいにピッチ入るかなという感じです。立ち上がり重視、ライン取っていった方がいいのかな、そんな感じがします。だんだん距離を縮めてきましたけど、3秒差ですね。前またトップは BMW だな。
けるところまでちょっと我慢しようかな。スリッパ入りました。ただここでは仕掛けたくないですペース上げていきたいですね。チコのちょっと落としすぎましたね慎重にやりすぎましたミディアムタイヤで全然まだ大丈夫なんですけど、まあ8周目ぐらいかな、入るとしたら。結構アップダウンが激しいコースなんで、その辺りは結構タイヤに負担はかかりやすいのかな。どうなんだろう、こういう下りのフルブレーキとかありますかね。台が出てる感じですね、まあ、ちょっとタイヤも摩耗してるというのもあるんですけど、全体図的にはこんな感じですね。ちょっとタイヤがきつくなってきたんですけど、気をつけてみたいですね。
5周目ぐらいで入りたいんですけど、後ろが入ってからでも入った方がいいな。今のうちにマージンを稼いで、1台入りました。アンダーが出る車がかなり大変だと思うんですね。かなり出口タイトなんでね、見た目じゃそんなにねタイトじゃなさそうに見えるんですけど、いざこう走ってみるとかなりタイトに感じる、ターンですね。あそこね、タイヤがきついですね。次の週でちょっと入ります。次の週でこの週タイヤがきつい。すごい、さっきからね横滑りがすごいですよ。タイヤのスキル音を聞いていただくと分かると思うんですけど、この周で入りましょうかね。ミディアムタイヤでいきまーす。作業の方お願いします。ピットクルー、ガチャ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 。リビュー中でーす。さあ5番手でピットアウト。いや、後ろも全部入ったか。いいですね、展開的にはいい展開かな。あとはミスなく走るだけですね。タイヤが温まるまで慎重に行きたい。
シフトダウンミスですね。一速まで落としてました今7秒台で、2位とは差が開いていますが、ちょっと見せると多分、大変苦しくなるので見せらないように、行こうかなと。まあ、残り4周なんでね。タイトなところが多いんでね、まあ、F1 のところ走ると面白そうなサーキットですね。結構攻めたけどどうかな。お、31秒45までですね。立ち上がりぶれましたね、今ね。
があってな、こんな。さあ、残り2周ですね。頑張っていきましょう。まあ、でも見た感じこんなにね、もう山のところに囲まれてるサーキットってなんかこう勝手なイメージですけど、なあすごい空気が綺麗そうな感じがします。1コーナー2コーナーの入りは良かったですね今ね。でも問題はここからです。さあ、ファイナルラップでーす。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました、新しいコースレッドブルリンクでの耐久レース終わりましたけど、かなり難しいですね。走ってて面白いんですけども、すごく、楽しいレースだったかなと思います。次回はですね、夜の耐久レースをちょっとやっていこうかなと思うので、なんかちょっと、面白そうなコースでちょっと夜の耐久レースで、面白そうなサーキット走っていこうかなと思います。というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回。